ヒメサザンカは、ツバキカの常緑を高きである。冬に、小さな白い花をつけ、花には、方向がある。樹高は5から10メートルに達する。若い枝は、有毛、特に一年枝は開けでする細い毛を多く生じる。葉は五星し、ほぼ楕円型で、先端はやや突き出てその先端は丸く、基部は狭まり、円には丸く小さな巨子が並ぶ。 葉の長さは2から3 5トル、幅は0.7から1 5トル、葉平は1ト、mm、ルで毛がある。葉質は薄い角質、表は中六状を除いて、裏面は全体に無毛、側脈ははっきりと見えない。表面は新緑で艶があり、裏はやや色が薄い。花は11から12月に咲く。葉液から単独でつき。 ごく短い柄で下向きに咲く。花弁は白く、やや幅狭くて、計2.5から3センチメートルと小さい。果実はほぼ球形で、無毛、先端は少しくぼんで、長さ1センチメートル程度。本種の花には香りがあり、これは椿族の中で一番強い。その香りは、梅様の香りに、ヒアシンス様のグリーンノートが加わったようだと評される。 その主な好気成分として、安息抗酸メチルに、フェニルエタノール、ベンジルアルコールが挙げられている。産地の森林に生育する。沖縄島では中南部にはなく、北部に多い、琉球列島の固有種。沖野選ぶ島を北限に、沖縄島、久米島、石垣島、西表島からのみ知られる。なお、琉球列島の複数島所にあるもので、沖縄にあって、 奄美大島や徳之島になく、沖のエラブを北限とするものは、数が少ない。日本の椿族には、カメリア説のヤブ椿やパラコミューリア説のサザンカなどがあるが、本種はこれらとは、系統がやや異なるとして、ティープ施設とされる。花木として栽培される。が、それ以上に、香りのある椿を作出するための親として重視される。これは、 まず1960年代にアメリカで行われ始めたもので、ヤブツバキやユキツバキ、あるいはサルウィンツバキとの交雑種が育成された。だが、それらは香りはあったが少林で目を引かなかった。注目されるようになったのは、それらが日本に導入されてからである。1990年頃より、日本でもそのような育種が試みられ始め、 いくつかの方向性椿の品種が作られている。例えば以下のような品種が挙げられる。ありがとうございます。